って行います。さあそれでは早速トレーニングに目を移していきましょう。皆さんの目の前のプールには1頭のシャチがやってきています。早速ご挨拶に向かいました。大型画面をご覧ください。沈み込んでゆっくり近づいてきました。水中カメラに顔のドアップを披露です。こちらのシャチは名前をアースと言います。アースは現在14歳の若いオスのシャチです。アース、バッチリだったよ、ありがとう。下をペラッと出してご挨拶できましたね。アースの顔は丸い形が特徴ですよ。トレーナーの高田に戻って褒めてもらっています。ご褒美として魚をもらいましたね。温かい拍手ありがとうございます。アースはさまざまな種目を披露することができます。ジャンプもいろんな種類ができるんですよ。ですが今回初めに披露するのは練習中のジャンプです。今合図が出ました。アースが練習しているのはお腹側から着水するジャンプです。皆さん応援してくださいね。沈み込んでトレーナーが誘導すると見事お腹側から着水してジャンプを決めることができました。たくさんの拍手ありがとうございます。バッチリ成功ですね。たくさんの時間をかけていろんな種目をできるようにしていくんですよ。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということでもちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮のあたりまで泳いでいたんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べてしまうんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメを食べてしまうシャチもいるんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者の名にふさわしい生き物です。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アースとトレーナーは左奥のプールへと移動しました。続いてはあちら側のプールで種目を行います。トレーナーの合図を見るとゆっくり胸びれを持ち上げます。シャチの胸びれは大きく丸い形が特徴です。あの丸い胸びれの中には私たち人間と同じように5本の指の骨が入っているんですよ。胸びれは器用に動かすことができて、泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。当館の北館2階進化の海のコーナーではシャチの骨格標本を展示していますので、ぜひ探してみてくださいね。今トレーナーから合図が出るとアースはこちら側へと向かってきます。皆さんの目の前で種目を披露しますよ。ステージ近くにご注目ください。ダイナミック
再び左奥のプールに戻っていきました。ジャンプが披露できたのでトレーナーの元に戻って褒めてもらいましょう。普段はトレーナーの元にすぐ戻ってご褒美として魚をもらうのですが、どうやら何かを覗いてゆっくりとトレーナーのところに戻っていきました。気になることがあったのでしょうか。今トレーナーの元に到着です。魚をもらっていますね。当館ではホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚を与えています。今アースが右奥のプールが気になるのか遊びに行ってしまいましたので、ここで世界中のシャチたちの狩りの様子を映像でご紹介します。大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。とってもグルメですよね。こちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。こちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはトククジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力してタイミングを合わせ大きな波を起こし、アザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。今アースはトレーナーのところに戻って再び場所を移動し手前側のプールに向かってくるようですが、先ほど私が右側のプールを気にしているとお伝えしました。大型画面の右奥には普段からパフォーマンスで活躍しているイルカたちがいます。そのイルカたちが今仲間同士でじゃれ合っていたようなんですね。そのイルカたちのことを気にして覗きに行ってしまっていました。ですが再びトレーニングに集中して頑張ってもらいましょう。アースは皆さんの目の前のステージまでやってきました。近くに来ると大きさがよくわかりますね。ここからはアースがジャンプを披露します。前の方にお座りのお客様には想像以上の大量の海水がかかります。濡れては困るお客様は今のうちに上の方へとご移動ください。アースはトレーナーの近くでジャンプをします。勢いをつけて公開に決まりました。温かい拍手ありがとうございます。実は見事ジャンプを披露できたと思ったのですが、トレーナーから出た合図、そしてトレーナーがいた場所は左のガラスの前でした。アースはトレーナーの近くでジャンプをしてねと合図が出ていたのですが、少し沖の方で披露してしまったので
のあと2頭のシャチたちがいます。そのシャチたちも同時にトレーニングを行っているんですよ。少し覗いて再び皆さんの目の前のプールへと戻ってきました。さあ気を取り直して頑張ってもらいましょう。皆さん応援してくださいね。戻ってこられたので魚をもらいました。今トレーナーと目を合わせてジャンプの合図が出ると深く息を吸って潜り込みます。続いて披露するのは連続ジャンプです。まずは奥の方で1回目、大きな体を帯で一つの力で持ち上げます。続いては右側で2回目のジャンプ、連続ジャンプが決まりました。今回はしっかり褒めてもらいましょう。軽々と体を持ち上げているように見えますが、アースの体重は現在 8.2 トンもあります。その重たい体を帯で一つの力で持ち上げジャンプを披露しているんですよ。ちなみにアースの帯への幅は2メートルもあります。アースとトレーナーは再び場所を移動します。とっても大きな体のアースですが、現在日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きく、体長は 5.9 メートルもあります。続いてもジャンプの合図が出ました。続いて披露するのは